はいじゃあ始めさせていただきたいと思います。皆さん、こんにちは。2人はせめて、こんにちは。こんにちは平日の昼のお忙しい中、ご参加いただいてありがとうございます。えー、グローバルキャリアジャーニーということでですね、記念すべき第1回を始めさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 オフとさせていただいておりますので、ご質問とかがございましたらお気軽に Q&A のところからコメントいただけたらなというふうに思います。はい、次のページお願いします。えっとまずはじめにですね、私が今回司会を司会というかファシリデータを務めさせていただきます。エワールドジャパンの水野と申します。よろしくお願いします。えー、ちょっと簡単にですね会社についてご説明させていただきます。 えー、エンワールドはエンジャパンの100%子会社になってまして、えー、主に外資系とかグローバルの日系企業、あとスタートアップの企業様に対しての人材紹介とか、派遣とか、業務委託、あとエグゼクティブ採用、RPO などの、えー、ご支援をさせていただいている会社になります。もしこれらに関わるご相談がありましたら、お気軽にご連絡いただけたらなというふうに思います。えー、今回ですね、海外起業家に聞くキャリアを切り開く真のグローバル力ということで、えー、お二人をお呼びしております。 じゃあ次のシートお願いしますまず株式会社クロッシー執行役員の山本達夫さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますじゃあ続いてお願いしますラフの CEO の下村拓哉さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします もうすごいスピードで進んでおりますけど、私、持ち時間4分しかないので,です、ね、パパッと進めさせていきたいと思います, <laughs> えーとです、ね。このキャリアジャーニーというシリーズで今回行わせ,行わせていただいているんですけれども、弊社エンワールドジャパンと下田区さんの経営されているラフさんとの共同での企画,企画となっていますで。エンワールドがグローバルに強い人材紹介会社でして、ラフさんが世界各国で働いていらっしゃるテク系の人材のコミュニティを 保有運営されてましてで、そこで世界各国で活躍されている人たちってどんなキャリアを経て今を至っているのかだったりとか、まあ、住んでる場所が海外とか国内とか、そういったところは一旦別として、どういう経験を積んでいれば、えー、世界で勝てる方になれるのか、人になれるのかっていうところを伝えられたらいいなということで、今後ですね、毎回ゲストをお呼びして、えー まあ、シリーズ化してやっていこうということで、えー、進める予定になっておりますので、こちらもぜひ楽しみにしていただけ,た,だけたらなと思います。で、その第1回ということでですね、えー、今回、アメリカで起業されている下田拓さんご本人と、あと中国で起業された経験を持つ山本達さんに来てもらって、えー、話していただくという流れになったという経緯になります。はい、ちょうど4分ということになりましてですね、えー、続いて、早速なんですけれども、 これまでのキャリアとかターニングポイント、苦労したこと、今後のビジョンについてお話しいただけたらなというふうに思っております。じゃあ、早速ですが、下田くさん、よろしくお願いします。 はいよろしくお願いします。えー、日本の皆さん、あのこんにちは。えー、私、今、ロサンゼルスからあのお話しさせていただいております。も、えー、ともとですね、あイムさんとはつながりがあって、えーと、こういうのをスタートさせていただくことになりましたので、えー、とまた毎月か、隔月か分からないですけどあの、やっていきますので、今後ともよろしくお願いいたします。 はいでえー、とご所管に預かりましたあのラフの下村と申します。あのタクヤ下村というので、ぜひ下タクと呼んでいただけたら嬉しいです。であの先ほどご紹介いただいた通り、弊社ではですね主に、えー、世界で活躍するエンジニア、それからデザイナー、アントレプレーナーのコミュニティの運営というのをやっております。B2B、えー、の方でアメリカで仕事をしたい方という方への職業紹介というのを生りわいとして運営しております。 で今日はあのキャリアストーリー、キャリアジャーリーということで、えー、この企業に至るまでの経緯について、えー、簡単にですが、お話ししたいと思います。はい、もしあのご興味持っていただいた方はあの、ウェビナーの後でもお気軽にご連絡いただければと思います。よろしくお願いします。じゃ次、お願いします。はい で今回あのやるときにですねあのキャリアジャーニーということで人生グラフ書きましょうみたいな話があの先にありまして、えー、これ、皆さんいろいろ思い出せるのでおすすめかなというふうに思っておりますであの僕自身もちょっと振り返ってみていろいろあったなと思ったんですけれども、えー、大卒から就職してですね、えー、2年ほどであのリーマンショックが来まして自分でも想像してなかった脱サラから人生が始まったというような形になります。でその後もえイギリス 行ったり起業したり廃業したり日本で事業をしては失敗して無職になったりと結構まあなみなみとあの来てるわけなんですけれどもキャリアっていうものってっていうあの一つの概念からするとまあ,あまり良くないお手本なんじゃないかなというふうに思っております。 でその後シンガポールであの仕事に行ったりとか、えー、アメリカに今来てですね、あの世界をふらふらとしておりまして、まあ、ようやくこのカリフォルニアのロサンゼルスっていうところにえ一旦落ち着いて、えー、人生で2回目の起業を今年行いましたということで、まあ、最高潮、どのポイントかなというと、一番右端の,あの赤星のところになるかなというふうに思っております。はい、じゃああのより詳しく見ていきたいと思うので、次お願いします。 はい、ありがとうございます。 えと人生観はですね、先ほどの通りになるんですけれども、あじゃあ実際の仕事っていう意味ではどうなのかっていうと、あのこんな形になります。えー、当時、僕は2007年にえっと就職を大卒でやってるんですけれども、まあ、転職自体も全然一般的な時代じゃなかったですし、一、えー、社目辞める時もですね、まあ、なんかこう、周りの反対とかも多かったかなというふうに思ってるんですけれども、えー、個人的にはあの当時から確信が一つだけあって、 まああのできるうちに何でもチャレンジしておかないとなんかまずそうだなというような感覚でしたとあとはまあリーマンショックがあの来たことですごく明確になったのは会社もですねそれから社会というものも誰も自分の人生には興味ないし責任を取ってくれないということをこう突きつけられて、まあ、そういうようなあのシンプルな答えから、えっと、僕自身は転職が結構多いようなキャリアになっておりますはいい次お願いします。 ターニングポイントどれかなというふうに考えて、えー、こちらの3つになるかなと思っております。で1つ目は、えー、その早期退職ですね、して、えー、好きなことをするためにイギリスに渡ったことになります。で2つ目は、えー、当時勤めていた会社に直談判しまして、まあ、海外行きたいということでシンガポールに行かせてもらったことと。で3つ目は、えー、アメリカに行きまして、 ようやくこうスタートラインに立ったので、再度起業したことになります。はい。じゃこの詳細ちょっとお話ししていきたいなと思っておりますので、次お願いします。はい。で1つ目は、都営と、えー、起業についてということなんですけれども、えー、と今思ってもですね、あのこの一歩がなかったら、えー、絶対に今の自分はなかったかなというふうに思ってます。 えー、と当時24歳なんですけれども、まあ、生まれて初めて自分の好きなことを思い切りやって、えー、自分だけで、まあ、いろんな人を巻き込んで、えー、たくさん迷惑かけて、まあ、あまりその他の日本人がチャレンジできてないことっていうのにどんどん足突っ込めたかなというふうに思っています。この経験はあのとても良かったと思っています。で どうやってイギリスに行ったのかということなんですけれども、この当時はですね、ビザもなかったので、ワーキングホリデーのビザを取得して、イギリスは当時、あの今もそうかもしれないんですけれども、他の国とは違ってて、最初から2年間、あのビザが出るっていうことと、あと自分が勉強したい分野について、イギリスが世界一だったっていうことがあったので、イギリスに行くことを選択しました。 結果、これ、いかなかったら、英語を使って今、仕事をするっていう想像も全くできなかったですし、起業して面白い人たちに会うっていうこともなかったので、若いうちにこの選択しておいて、本当に良かったなというふうに思っております。具体的に何してたのっていうことなんですけれども、全然今のキャリアとは関係なくてですね、犬の行動学っていうのを学んでました。 左下の写真があのブルークロスという施設で、えー、毎日毎日犬の散歩ばっかりして,てまして、えー、右上の写真の2人がですね両脇挟んでくれてる2人が、えー、ドッグビヘイビアリストという仕事をしてまして、えー、まあ主に犬がどういう行動するかっていうのを研究している人たちなんですけれども、まあ、この人たちが本当にその苦しそうに それからすごい楽しそうに仕事をしていて、えー、なかなか日本でこんな人見たことなかったので、まあ、本当に良かったなと思っております。でこのあ、えー、とオックスフォードにいたんですけれどもロンドンに移りまして、えー、後半の2年目はあの自分の事業を創造して、えー、活動を広めてました。 はい、左上の写真のようにペットオーナーと話したりとか、えー、右下の写真のように、まあ、企業イベントで、えー、登壇したり、講演したりなどを、まあ、忙しくしていましたと、はいで。クライアントもついて、まあ、めちゃくちゃ楽しい仕事だったんですけれども、まあ、あいにく先ほど言ったビザの関係で帰国する必要があって、えー、イギリスの仕事には一区切り打つことになりました。はい、これがあの最初のターニンングポイントになりまますす次お願いします はいでそんなイギリスから帰ってきて、まあ、日本でも同じような事業を想像してやってみたんですけれどもちょうどですね東北の震災のタイミングと重なって、えー、犬の事業なんかどうなみたいな話と空気感になってですね、まあ、全くなかず討伐でしたで当時自分でこう起業してあの事業をやっていくっていう活動には IT を駆使しないと何もできなくって、えー、自分でウェブサイトを作ったりとか、えー、マーケティングをしてた。 そそういうよういよななこととががきっかけりりままししてのの後のキャリアにつながりました当時拾ってくれたその六本木の会社があるんですけれどもその会社とマネージャーには本当に感謝してますし1年間かけてかなり素晴らしい環境で思いっきり働けたので環境とかお金とかってめちゃ大事だなというふうに気づかされました。 ただ、ああ起業した経験というのはむちゃくちゃ有用でして、それこそ1円稼ぐことの大切さとか大変さみたいなのはもうよくよく知ってたので、同僚にも、お前らめっちゃ環境恵まれてるんだぞっていうことを結構話したりとかすることが多かったんですけれども、みんなわからないので、うざがられてましたっていう感じですね <laughs>。はい でそんな女で、えー、結婚して、それからサラリーマンに僕は戻ったんですけれども、えー、写真の写っている DNA という会社に転職することになりまして、えー、結果その会社でシンガポールに行けることになりました。 えー、入社してからもうずっと海外というキーワードが捨てられずですね、えー、日本の仕事だけだとなかなか満足できなかった部分があって、まあ、早めに結果を出してお願いしようということで、えー、入社後必死に頑張って、えー、ようやくつかんだのが、えー、と2年経った後になります。 まあ社内外であの賞を受賞したりだったりとか結構こう仕事に関して自信をつけられた自分にとってはすごく大切な2年間だったなというふうに思ってたんですけれどもあの会社自体は結構グローバルに関してのトレンドって下げトレンドになっていてまあこのまま黙って普通に社会人し続けても絶対海外行けなさそうな空気感っていうのがあったんですね。 で当時のマネージャーとか斜め上の、えー、と偉い人たちに僕、ちょっと身勝手なんですけど30までに海外行かなきゃいけないんでみたいな話をしまして、えー、自ら発信していてで、まあ、結果出てなかったらふざけんなと一層されるような文化だったんですけども、まあ、少なからずちょっと結果も出してたのでシンガポールにこういうポジションあるけどどうっていう風に声をかけていただいて即答ですぐ行きますというようになりました。 ただですね実はあの本当は写真の上のところにある、えー、これバンクーバーの支店に自費で自分でお金払って行ったことがあるんですけれども、えー、そういったところとかあとはまあ今いるアメリカのシリコンバレーに行きたくて結構準備してたんですけれども、まあ、結果あのふとしたことから東南アジアになることになっていまだに家族からも笑い話にされていますというような感じです。 でちなみにこれ結構豆知識なんですけど、当時ですね、まあ、自分がなりたい姿とか、なりたいことっていうのをこう想像するためにで、どうやったらこの夢叶えられるんだろうみたいなことを考えてたんですけど、えー、なんかの記事で、えーと、メールのログインパスワードをその思いに変えるっていうのを見てですね、結構精神的な話なんですけれども、えー、やってみてで、毎日毎日そのログインパスワードを打たなきゃいけないっていうことなんですけど、当時の僕はですね、カナダ人になるっていうのがパスワードですね。 それを1年間打ち続けて、まあ、今カナダ人にはなってなくてアメリカになってるんですけれどもまあなんだかんだ北米に来たというふうな話になりますまたこのスライドでちょっと伝えたいことは結構グローバルで仕事するって一つの方法だけじゃなくてまあいろいろあるかなというふうに思っていますサラリーマンでも起業しても学生でもそうですしそれこそ結婚して海外に行くっていうこともやろうと思えばできると 思いますでまた日本にいながらでもこうチャンスつかみたいと,、えー、と思い続けていればか叶うこともあるんだというふうに思ってまして、まあ、今後も仕事や生活を通してこういったところを伝えていきたいなというふうに思っております。ははいいい次お願いします、はい、で最後のターニングポイントなんですけれどもアメリカに来たことになります。 でこちらは前職の仕事を終えて、えー、日本に帰る可能性がほぼ100%だったんですけれども、えー、その時に転職活動をもがいて、つかんだチャンスになります。で、まあ、あの単純に言うと、コネ入社になりまして、前職でつながりがあった先輩がたまたまアメリカに赴任していて、でそこで話があって、まあ、ちゃんと面接のプロセスはやったんですけれども、アメリカの、えー、と現地の採用ということで拾ってもらうことになりました。 でちなみにこの時もレジュメって結構世界中に飛ばしたりとかしてて、えー、アムステルダムとかですね、えー、とベトナムだったりとかいろんなところに僕のレジュメが飛んでったんですけれども、えー、結構観光どりで、えー、やっぱり日本人が世界で仕事を探すっていうのは本当大変だなと実感した、えー、タイミングだったかなと思います。 カリフォルニアに来てもう5年近くになるんですけれども、えー、ようやくスタートラインに立てたかなと思っています。でそれはですね、去年、永住権があの無事取れましたので、えー、まあ、ここ何しかチャレンジしないわけにはいけないなっていうプレッシャーがそこできたのと、あとは、まあ、あのプライベートなんですけれども、長男があの生まれまして、まあ、とても大きいきっかけと、えー、なりました。 で先ほどもあのお伝えした通り自分以外誰も人生に責任を取ってくれないっていうことを、えー、痛感した1年でもあって、まあ、我々コロナ禍で出産もしたんですけれども、えー、そこからえっと本業の方もリモートワークになって、えー、より一層うどういう人生にするのかっていうのを、えー、家族どう巻き込んでいくのかっていうのを自分で考えなきゃいけなくなりましたとでそういったところはあの今聞いていらっしゃる皆さんもそれぞれの場所で感じられたのではないかなというふうに思っております。 今はあの自分の大好きなテック業界にいる人の海外挑戦を支援する仕事をしてまして、特に開拓精神のあるエンジニアとかデザイナー、アントレプレイナーをサポートしております。今年副業で起業したばかりなんですこれからではあるんですけれども、皆さんどうぞよろしくお願いします。はい。次お願いします。はい。 苦労したことということで、まあ、ハードシングスになるんですけれどもいろいろプライベート含めてあったんですけれどもビジネスキャリアっていう意味ではこの2つかなと思っております一つ目はイギリスで起業したあの、まあ、すっごい好きだったその犬の仕事っていうのを廃業したことですねでその後無職になってお金もなくなったっていうような経験を僕は持っていますで えーまあ、こんなさなかに結婚してくれた妻には本当に感謝しかなくて、えー、当時、まあ、プロジェクト的に動いてた仕事も全部なくなり、えー、大人には結構裏切られるわ毎日結構ご飯食べるのも大変だったっていうことで、まあ、ハードな生活をしておりました。 であの起業すごいねって結構言われるんですけど起業するのはですねこれやろうと思えば誰でもできると思っていてめっちゃ簡単だと思ってるんですけどやっぱりそこからこう軌道に乗せたりだとか、えー、誰かの役に立ってお金稼ぐっていうのは全然別の話で本当に大変なことなので、えー、逆に起業したいなと思っている人はもうさっさとやっちゃった方がいいかなというふうに思っております結構若いうちに失敗しておかないとだめ条件なと痛感していますはい 2つ目は、シンガポールで経験した大規模なリストラになります。当時、ゲームスタジオっていう風に言って、開発を中心とする拠点の HR のマネージャーをしていたんですけれども、シンガポールにあったので、結構いろんな国の人が働いてました。 それこそ日本人じゃなくて韓国人、中国人、ベトナム人、フィリピン人、シンガポール人みたいな感じだったんですけれども、えー、結構あの皆さんいろんなところから来ている方々に「すいませんがやめてください」を伝えなきゃいけなかったですと。でショックだった事例としては すっごい真面目にですねお仕事取り組まれていた方で、まあ、口数少なくて温厚な印象だった方が、えー、家族連れてここまで来てるんだふざけるな責任取れみたいな感じで声を荒げられたりとかしたことがあって、まあ、結構個人的には大きな傷になってますし、まあ、人事って当たり前なんですけどいい仕事ばっかりじゃないんだなと結構こうぜんとした記憶がありますでまあこのリストラがいい経験だっていうことは僕は ほとんんどどないんですけれども、まあ、結構こう国ごとにリアクションが違ったりとか、えー、人によってリアクションが違ったりとかするので、まあ、こういう時にまた一緒に仕事したいなと思ってもらえるかどうかっていうのも大切なのかなというふうに思っております。であとはまあこういう経験積むと、えー、ビジネスモデルってめっちゃ大切なんだなとか、えー、スキルとか能力だけで人を採用するのってやっぱ絶対自分の自己価値観と違うなとか、えー、そういったことをこう考えられるようになるのでいいんですけれども。 まああのできればやりたくない経験なので今は何とか事業を良くしたいなっていうふうに思っています。はい次お願いします。はい。でえっとこちらがえっと僕の最後のスライドになります。えー、まあ、それだけですねいろんなこう苦い経験とかあの辛いことがあってもまあ,あの譲れないものだったりやり続けたいことっていうのがあの誰にもあるんじゃないかなというふうに思っています。 で僕の場合は、えー、それがこれになりますということで、えー、人と人をつなげるっていうことそれから挑戦したい人開拓者を世界へ出すっていうことですねでそれにまあ笑顔と感謝を忘れずにやるっていうのが自分のモットーなんですけれども、えー、それだけはですねどんだけ辛くてもやり続けてることかなと思っています。 でとりわけ、テック業界には面白いなと思う人、やっぱりすごく多くて、それって何かなって、結構当時は分からなかったんですけれども、基本的にはこうアントレプレナーシップがあるかないかかなというふうに思っています。何、まあ、かやりたい、何か現状を変えて今より良くしたいとか、新しい何か目指していきたいみたいな人がやっぱり好きなんだなということかなと思っていて。 グローバルにこうキャリア展開したいと思う人はこのアントレプレナーシップは欠かせないものなのかなというふうに思っています。はい、特に僕みたいにこうやりたいことっていうのが単純にこう日本より海外の方がいいとかえ世界を相手にした方が面白いっていう方はえ早速世界に向けて行動を変えていくとまあ面白いことが起きていくのかなというふうに思っております。はい 今後もラフではこういう情報を発信していければなというふうに思ってますので、皆さん引き続きよろしくお願いします。はい、では私のスライドは以上となります。下田区さんありがとうございました。 あ,ありがとうございます。途中からご参加された方も多いと思うので、えー、と改,めて改めてご説明しますと、もしあのご質問とかがございましたら、えー、Q&A のところからですねコメントいただけたら、最後に少しだけ時間を設けておりますので、えー、お答えできる範囲でお答えできたらと思っておりますので、よろしくお願いします。はいじゃあ、続いて、タツさん、お願いします。ちょっとスライドの方一回調整してください。はい、よろしくお願いします。ちょっと画面共有をこっちから入れます。はい はい、今映ってますかね。あはい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。えー、皆さん、こんにちは。クロスーの山本と申します。えー、お昼時にありがとうございます。うん、はい。で、私はですね、まあ、ちょっとここにプロフィール簡単に書かせていただいてますけども、まあえー、ずっと中国で、えー、仕事をしておりました。で、今もあのずっと中国関係の仕事をやってます。もともとはあの日本の大学、在学中に学習塾を作ったりですとか、まあ後でちょっと。 お話させていただくんですけどでその後あの中国、アメリカにそれぞれ留学をして、えー、2006年からあ北京でインターネットの会社をやってますと。でえーまあ、右側にありますけれども、タオバオですとか、ウェイボーとか、ウィーチャット、まあ、そういった書籍を日本で出版させていただいたり、えー、右下にありますように、WBS とか、サーチャンとか、そういったところで、えー、中国が今こうなってますよということをお話しさせていただいたりと。 いうことろいろ中国関係のことをやっております。で、下田区さんと同じくですね、私も、えー、あのこれまでのキャリアというところで、このキャリアジャーニーシートみたいなのをちょっと今回作らせていただきました。初めてやったんですけど、なかなか振り返りもできて面白かったです。で、えーまあ、一番上のキャリアというところですと、まあ、学習塾やって、留学して、まあ、ベンチャーやって、まあ、今合併してあの日本の会社と一緒にやっていると。 というところになりますでライフイベントのところですけども、二、ま、十、あ、歳で最初のお、まあ、創業をして、えー、事業場として、で留学してで、25でまた北京で会社を作って、でその後山あり谷ありというか、まあ、全体見ると谷多めな気もするんですけども、えっと、いろいろですね、まあ、北京オリンピック、上海万博があったり、逆にこうリーマンショック、尖閣諸島問題、反日デモとか、PM2.5 とか。 があったりとでも逆にその一方でいろいろ出版させていただいたりまあまあ,あのいいところで言うと売り上げ上がったりとかいろいろあるんですけどもあとはあまあなんかメディアでも取り上げていただいたりそれこそあのなんか日経新聞の一名の「春秋」というところに一回載せていただいたことがあったんですけどまさにあの今一緒にお話しさせてもらっている水野君から。 連絡をもらって、当時私、北京にいたので、タイムリーに新聞を見れてなかったんですけど、なんか載ってるで、とかって言われて、すごいびっくりしたのを覚えてますけども、えー、そんなのがあったりということで、なんかこのグ,グラフを作るときに思ったのは、やっぱりこう自分でやっているときはですね、いいときも悪いときも波がこう2倍ぐらい、あの、楽しいときはすっごい楽しいですけど、辛いとき超辛いみたいなところはあったりしました。あの、 まあなんかリーマンショックの時とかはもうなんかなんですかね、北京にいましたけど、なんか窓に近づけないみたいな、窓、11階がオフィスだったんですけど、11階で窓とか換気のために開けるときにちょっとこう怖くなるみたいな、吸い込まれそうで怖くなるみたいなタイミングもあったりしました。まあそんなあのやりながら、今合併して一緒にやっていますと。で、これまでターニングポイント。 とというところで1つ目はベンチャーのきっかけとなったというところで、まあ、最初に申し上げた学習塾のところになります。でまあ、これ、きっかけとしては、えーとまあ、友人と一緒にあの塾でアルバイトしてたんですけども,、まあ、もその友人も東大に行っていてでただ、あのなんか授業料すごい高いのに、えー、バイト代超安いみたいな感じであ,のあまり扱いも良くなかったの。これはなんか 自分たちでもできるんじゃないかみたいなところからスタートをして、まあ、その東大慶応早稲田の先生が個人指導、1対2の個人指導で安く教えるみたいな感じで、うちの実家がちょうど隣中学校だったので、えー、始めようということで、なんか気軽にノリで始めてみたんですけども、最初全然生徒が集まらず、えー、半年間は生徒1人みたいな、あの最初に。 あの生徒の名簿を入手して、あのチラシを、チラシというはがきですね、1000枚ぐらい吸って、えー、それをポストに投函して、これで10%パー来たら100人だしな、みたいな、<laughs> 1%パーでも10人だしなと思ってたら、一人でした、みたいな感じで、えー、最初は全く人が来なくて、えー、本当は先生行きた対生徒にのはずが、 友達4人でやってたんで先生4対生徒1みたいなすごい逆転現象が起きてましたけどもまあそこからですねあのまあビラ配りしたりとかあのポストにポスティングしていったりとかまあウェブ作ったりとか夏き講習やったりとかまあいろんなこうできること全部やろうとあの他の塾のチラシとかが入ったら全部こうあの勉強できるとか勉強してまあ よく言うとそうですけど悪く言うとパクるみたいなあの全部いいところを取ってやろうみたいな感じでやっていったところを、まあ、半年後ぐらいからぼちぼち入り始めて、まあ、最後はまあ50人ぐらいになって、まあ、大学卒業時点で、まあ、実家でやってたんで両親に事業上等して、まあ、今も続けてるんですけど今は300人ぐらいになってやっていたりします。 っていうのが一つ目のターニングポイントで、まあ、もう一つは、えー、と海外に何で行くようになったかというところですけども、えーとまあ、学生時代、まあ、ベンチャーサークルに入りまして、まあ、友達と一緒にやって、でまあ、勉強会が中国であったので、上海に大学3年生の時に行きました。2002年とかですね。でまあ、せっかくなんでいろいろ回ろうということで、まあ、香港から入って、 えまあ香港もなんか日本の方が発展してるのかなと思ったら全然こんな感じであの高層ビルもすごかったし金融も発展していたりでそこから電車で広州に入るんですけどもえまあ電車の窓車窓から見るところがもう地平線の彼方までもうずっと工場が続いていて広州駅に着くと田舎から出稼ぎの人が毎回午後50人ぐらいバーっと降りてきてランニングシャツであの布袋みたいな朝袋みたいな背負った人が出てきてあのみんな出稼ぎで。 1>, 1日14時間とか働いてで、それで仕送りをすると。で、えー、上海に行ったんですけども、まあ、上海で勉強会があって、大学、あの福丹大学という大学で勉強会をやって、まあ、その時にアメリカとかカナダとかからもあの学生さん来ていて、でまあ、みんなすごいこう、なんでしょう、学生時代から IT と経営をダブルメジャーで先行してますとか、あのもう将来起業するために目的意識はっきり持ってすごいやっていたり、あの中国の学生も、 えーまあ、朝から晩まで図書館こもって勉強してたりとか、英語も発音よくないんですけど、めちゃくちゃしゃべる。あの恥ずかしがらずにどんどんしゃべるんで、まあ、それでなんとかなってしまう。とか、まあ、すごくこうみんながむしゃらにやっている。 でまあ、北京にも行って、まあ、全部で2週間ぐらいで回ったんですけども、まあ、北京のとまはあ、中国のシリコンバレーと言われている中間村というところに行って、まあ、そこも結構、産学連携というのがすごく進んで、北京大学、清華大学とかと、えー、企業が結びついて、もう、えー、インターンどんどんしたりとか、卒業したらすぐ即戦力でバリバリ働けると。ということで、まああの、学生さんもブルーカラーの方もホワイトカラーの方も,もめちゃくちゃ頑張ってますと。あの経済発展 急速にしていく中で、角度が一度でも上がったら超お金持ちになれる、上がらないと超貧乏みたいなので、みんなすごいハングリーに頑張るっていう人たちが14億人いますというのが2002年で、まだ GDP でいうと日本のが4倍ぐらいあったんですけど、高かったんですけど、まあ、これはあの日本は当時失われた20年で、アベノミクスもまだなくてあの、学生も自分含めてあんま勉強してなくて、社会人の方もあんまり元気なくて、で、1億人と。 ということで、まあ、これはすごく危機感を感じて、まあ、あの海外で何かやろうと、将来自分もまずやらないということで、まあ、あの大学卒業した後で、まあ、まず北京の方に留学をして、まあ、ここの、まあ、外語大みたいなところですね、えー、で半年で1年分の授業をやるみたいなところにこう行って、中国を勉強してで、その後アメリカのカリフォルニア、あの今、下のたくさんいるところから近いですけども、サンディエゴ。 UCSD という大学で m b a の基礎的なコースですね。まあ1年で基礎が学べるというところがあったんで、そこで勉強をして。で、中国語を忘れちゃいけないと思って、チャイナタウンでアルバイト。まあ、ここの写真のところがまさに私働いてるところなんですけど、あの中国語を忘れちゃいけないので、えー、中国でアルバイトをさせてもらって。で、 えー、半年間みっちり勉強したはずなのにリスニングとかやっぱりすごい難しくて全然こう聞き取れないあの面接ぐらいなんとかなりましたけど、えー、注文を受けても、えー、マーボー豆腐って3回言われてもエクスキューズミーって聞き返して、えー、チンジャオロースを出してしまってブチ切れられるみたいなそれまでのこう学歴とかも全く一切関係なく普通に中国人のお姉さんにスーパーバイザーのお姉さんにブチ切れられて 首になりそうになりながらあの机を拭くとか椅子を運ぶとかあの肉体労働を一生懸命やってたら、まあ、残してもらえて、えー、まあ最後あの半年間ぐらいここでみっちりやらせてもらってまあそしたらなんか気がついたらだいぶしゃべれるようになりましたということがありましたでまああのそんなこんな,なターニングポイントがいろいろあって、まあ、中国であの外国で働こうとか、まあ、ベンチャーやろうということでやっていきましたとで、まあ、苦労したことというとこですけども えー、まあ中国でやってですね、えー、みんなで、まあ、最初、中国人のスタッフのメンバーを4人ぐらいこう採用して、でそこからみんなでいろいろ一丸となってやっていこうということで、いろいろやってたんですけども、まあ、あの先輩経営者とかからもいろいろアドバイスをもらって、まあ、ちゃんと社員大事にして一緒にやらないとだめよということで言われてですね。まああの 毎月、個人面談をなんかその会議室でやっちゃうとこう詰めてるみたいになっちゃうのであの近くのカフェとかに行ってリラックスした空間で一対一で毎月話を聞くであったりとかまあメンバーの誕生日会やったりとか飲み会やったりとかあとはあの大型連休あの国慶節とか労働節とか春節とかそういうタイミングがありますのでその時に毎回こう社員の実家に一緒にまあ遊びに行くというか挨拶に行くみたいな。 あのをやっていて、まあ、この画像出てますけども、これはまあリ林というところで、あの北京から電車で27時間あの行ってですね、あの無席って書いてますけど、席なし、あの人が多すぎて席がないので、電車の床に寝っ転がりながら行くということでえ行ってですね、まあ、やっぱり実家に行ってご両親のご挨拶したりとか、そこで一緒にご飯食べたりとか、まあ、本当なんかシャワーもない、なんかトイレとシャワー、トイレの上にシャワーがあるみたいな <laughs> 家だったりとか、 であのそのそ学生のその社員の学生時代の友達と一緒にご飯食べたりとかなんかよくわかんないですけどその少数民族だったのでミャオ族っていう民族だったのでそミャオ族のお見合いにでなぜか私もなんか一緒に参加して <laughs> 一緒にな見学してたりとかでなぜかあの夜寝てたら警察に叩き起こされて「お前何やってんだここで」って少数民族のところだから「入っちゃダメだろう!」「う逮捕するぞ」って言われたりとか,かすごいいろんなこう まあうるるん滞在期みたいなですね体験をしながらやっていたら、仲良くなって、やっぱり中国の方で転職が多い、2、3年転職しないと能力低いと思われるぐらいなんですけども、2倍ぐらいの給料でこう声がかかった時に、その社員があの両親に相談したら、あんたんとこの社長いい人なんだから、わざわざあんなところまで来てくれて、もうちょっと頑張りなさいとか言って、残ってくれたりみたいなこともありました。で、まあまあ、そんなのもあったんですけども、 あのこれとした中国って言えば賄賂とかよくあるんじゃないのって言われるんですけど、まあ、そんなに多くはなかったんですがやっぱり何回かあってあの普通に中国にいる日本人から求められたこともありましたしあとはその、まあ、やっぱショックだったのはそのリーマンショックの時とかにやっぱ会社がこう波があってもうこれはもうこのままいくと23ヶ月で潰れるぞと。 でこれ帰国することになるとという時に、やっぱこの危機感を社員とも共有しないとということで、みんなにも伝えて、一緒にこう営業を頑張ろうというふうにやってた時に、社員が戻ってきて、社長、売れました、売れたんですけど、相手の担当者が賄賂を要求してて、この口座にいくら振り込んでくださいみたいなこと言ってますって言って、後から分かったのは、その口座っていうのが、実はその社員の彼女の口座だったみたいなこともあって、ですねえなかなかあ辛いなという時はありました。 ということがあったんですけども、やっぱりこう、なんか、あ一番大事なのも、まあ、一番難しいのも人ですし、一番大事なのも人だなと。まあ、結局、まあ、みんなでこの目的、この会社でこういういいことをしていこうという目的を持って、そこに向けて、まあ、ベクトルを合わせて、えー、みんなで力を発揮していくということが一番大事なのかなと思っております。一応、今後のビジョンというところで、えーまあ、ここも2つあるんですけども、 まあこれまでずっと中国と関わってきたこともありますので、人材交流とか、人と物の交流ですね、インバウンドというところですと、今ちょっとコロナで厳しいですけども、中国の方が日本に来ると、やっぱり日本の良さもすごく知ってくれますし、リピーターになってくれたり、今は来れないので、越境 EC というところで、日本の商品を中国からネットで購入していただくという機会あすごく増えていますし、今我々も。 ビジネスとしてそういったところをサポートしているところもあります。で二つ目はまあこれインターネットかけるまあ教育ですね。えー、まあ結局やっぱり人が一番大事だなと思っていて、えー、まあ子供まあ私も子供小学校と幼稚園といるんですけども、えー、まあ例えばいじめの問題一つとっても人とちょっと違うことをしてたりとかなんかするといろいろ、 いじめられたりとかするんですけども、えー、まあそれがこう小学校とか中学校高校まで続いていってあのもう閉塞感があってこのまま変わんないんじゃないかって言ってこう絶望して、えー、ともするとこう自殺してしまう子がいたりとかっていうことがあると思うんですが、まあ、中国そういう時にですね例えば一回こう中国とかに行ってもらうと、まあ、人と全員違うというか違った方がいいというか。 全員自由すぎるのでなんかもうあこんな自由でいいんだとかあむしろ人と違わないとダメなんだみたいなことを見てもらったらああそういう閉塞感もなくなると思いますしあとはそのさっき私があの申し上げたように、えーまあ、ハングリーに自分の目標とか夢とかを持ってガリガリ頑張ってる人たちを見ると、まあ、あの逆にいじめてる子たちも いじめてる暇なんかないなと、むしろやりたいことを見つけて、そこに向けて一生懸命頑張るという方が楽しいですし、元気も出ると。なので、まあ、そういう人たちが増えると、えーまあ、社会も元気になりますし、まあ、結局国も元気になって、えー、で地域もあのアジアも元気になる、まあ、世界も元気になるということができると思いますので、えー、日本人がまあいろんなところに行ってこう刺激を受ける、まあ、中国の人も日本に来てもらって、 あのむしろこうおもてなしだったりサービスとか思いやりみたいなところをこうやったら、あまあすでにこれはいっぱい来てくれてますけども、まあ、そういうところとかも含めてやっていければというのが、あまあ個人的なところも含めてこれからやりたいというところになります。はい。ということで、はい、ここまでのパートは以上となります。ありがとうございます。たつさんありがとうございました。ありがとうございました。えっと、今までですね、この 今の時間で2人のキャリアについてちょっと話していただいたんですけども結構時間通りむしろ、ま、巻いていただいて喋っていただいたので結構時間余裕ができた中で次のテーマに移れるんですけども、えー、と次がですねパート2としまして、えーまあ、これからのグローバル人材とはというふなテーマになりますでこれはまあお二人から見てこれからまあ書いてる通りなんですけどもグローバルで戦える 人というのはどういう人なのかみたいなところをどう思われるかっていうのを伺いたいんですけども、えっ、ー、とまず下田区さんからよろしいですかね。お願いします。はい、大丈夫です。なんか愛と、合いの手でも入れながら、あのちゃっゃ入れてください。<laughs> 結構、表より時間、あの巻きでいけたんで、あの余裕持てて嬉しいです。ありがとうございます。はい えーと私が思うそのグローバルな力みたいなところなんですけれども、まずその前提みたいなところなんですけれども、まあ、さっきもちょっとお話しさせていただいたんですが、今この2つの掛け算なのかなというふうに思っております。で左手はあのブーカブーカって言われていて、私も調子乗ってブーカだよねということがあったんですけど、それ何ぞやって分かんなかったので、ちゃんと訳もつけているんですけれども、まあ、簡単に言うとあの将来予想できないよね、未来分かんないよね、辛いよねっていうことなのかなと。 と思っておりますでただまあそういう時代に唯一分かっていることは何かっていうとこう変化し続ける必要があるっていうことだけは多分変わらないんだろうなというふうに思っていて、まあ、もう時代は絶対変わるんだということだけが変わらないっていうなんかちょっとえ変な言葉なんですけれども、まあ、それはもう間違いないですねというふうに思っていますでもう一つはリモートになります。 でパンデミックになって、まあ、どこからでも仕事ができるようになって、まあ、そういうような仕事多いなっていうふうに気づかれたというふうに思ってますし自身もそうだったなと思っていてで今後もまああのどんどんリモート化しますしあの企業としてもあの働いている人としてもそっちの方が楽だからかなというふうに思っているんですけれども。 でプラス、ですね結構忘れがちなんですけれども、あのそういう時代になるとこう、どこからでも採用できるっていう、このハイヤードフロムエニウェアっていうところの方が大きいかなというふうに思ってまして、えー、こうなると、ですねその土地っていう一つの縛りとか、国境っていう縛りがあったんですけど、そういうものがまあどんどん外れていくので、まあ、より時代的には大きなインパクトになるのかなというふうに思っています。はい でまあ、そんな中あの身につけるべき能力ということで次のスライドなんですけれども、えーまあ、自分自身もそうなんですけれどもこの3つっていうのを常に意識しながらあの活動してきましたと。 急にに日本語ななってあれれんですけれども、ご存知の方も多いと思いますしまあいろんなところで言われてるのであれなんですけれどもこの「天地人」っていうのは結構意識しながら個人としても動いてきたかなと思っていますえ写真通り時間と場所とそれから人っていうことですねこれらをまあ意識的にそのよく変化する時代なので自分でもあの変化できる その舵を持てるるようにすると自分でコントロールできるようにするっていうことがすごくグローバル時代大事なんじゃないかなというふうに思っています。 結構アメリカに来て資本主義だし、この前までトランプが政権握ってたので、あえぐい世の中だなってこう思ったりとかすることも結構あったりとかするんですけれども、世の中の流れっていうのはなかなか一人では変えられないかなというふうにあの個人では、昔はですね、10代とか20代前半みたいなのいや、俺が変えてやるんだみたいなこ気がありましたけど、まあ大人になってくると変わんない部分もあるなとか、変えられない部分もあるなみたいに気づいてくることもあり。 でまあ、あのどういうふうにこの流れに乗るのかっていうことと、まあ、ただ単純にそこに流されるだけじゃなくて例えばまあ自分でこの船潰れそうだから変えようかなとか、えー、まあせめて自分だけはこっちの方向に漕いでこうかなとか、まあ、そういうようなことができるのが重要なのかなというふうに思っています。 でまあ、今回のイベント趣旨とは異なるんですけれどもこれってまさにその M ワールドさんとか我々がやってるその転職っていうのも一つのキーだと思ってましてみず、えーまあ、自らの意思で選択するっていう基礎能力っていうのを持ちながら、えー、使う時間だったりとか、えー、それから住みやすいところ暮らしやすい場所っていうのを探して、えー、付き合う人も意図的に変えていくっていうことで、まあ、グローバルに仕事ができるようになるのかなと,、えー、というふうに思っています。 ま大きな会社とかだといろんな部署に移動したりとかっていうのも選択肢一つもちろんありだと思ってるんですけど、まあ、転職って結構根本から業界とか変えたりとか職種とか変えると全然違う時間の使い方だったり、えー、それこそ国変えてあの働けるようになると全く違った場所とか環境で働かなくちゃいけなくなるので、まあ、どんどんそういうことをしていくと自分の枠っていうのは広がっていくんじゃないかなグローバルに近づくんじゃないかなというふうに思っています。はい、以上です。 ありがとうございます。ちょっと時間があるんで質問したいんですけど、はい、あの下田区さんはその英語のところですね結構海外に行くとか、はい、グローバル感じの環境でやるとなると、はい、語学重要だと思うんですけどその辺でどうされたんですかね えー、そうですね、よくまあ聞いて、聞かれたりとか聞く、聞いていただくこと多いんですけど、えっと、僕は中高私立一貫校、中高第一貫校だったんですけど、えー、両方とも中高、あの、英語2っていう評価でですね、<laughs> あの下から数えた方が圧倒的に早くて、えー、大学でもあのよく、トーフル、トイック試験みたいなのあると思うんですけど、あれもですね、A から Z までクラスがあって、 えー、そこに1クラス40人ずつぐらいアサインされるんですけどそこにも入れず AAAB っていうその次だったんですね <laughs> っていうぐらいむちゃくちゃ英語できなかったんですよでまあその状況から、えー、とカナダにあの1人で旅していくことになるんですあの馬英語は喋れんないんですけど馬には乗れたので乗馬の経験を生かして、えー、カナダに行くきっかけっていうのがあって。 でえー、それでカナダに行った時にイミグレとかで捕まったりとか、あのー、するようなレベルハロー以外全然聞こえないみたいな感じだったんですけどもそれが二十歳だったんですけど、えー、実際にそのイギリスに行く時ですねその時にまあすごく勉強してでかつまあイギリスに行って実際にその仕事が。 仕事で言葉しゃべないけど仕事で見せたらいいだろうみたいな感じで気合でやった時が英語が間違いなく激しく上昇してえもうその昨日の起きたスポーツの話題からニュースの話題から全部ついていかないといけないしえーオークスフォードの田舎に住んでたのでそこの鉛みたいなのにも対応しなきゃいけないしっていうことでえっと 超荒領事なんですけど、えー、そういう伸ばし方をしました。で、妻にもそうしなきゃいけないって言うんですけど、全く理解してもらえないので、まあ、これはあんま再現せないのかなというふうには思ってるんですけど、はい。ありがとうございます。ちょっと勇気の出る話で、ありがとうございます。<laughs> <laughs> そうですね、ここはあの英語できないっていうのは、何の言い訳にもならないよっていうのは、毎回あの思ってます。はい。そうです、ね、じゃあ、スライドはありがとうございます。 はい私もスライド2枚ほど用意させていただいたんですけども、まあ、これからですね、あのこれからのグローバル人材っていうところですけども、まあ、この国際競争っていうのがますます激しくなりそうですねと、まあ、そのコロナの影響でリモートっていうのも増えてますし、えー、今までって、例えば私が、まあ、最初に北京にいたときとかですと、あの中国人の現地にいる人とかって、 まああの月収とかもそんな高くなくてえ5万とか10万とかで働いている人も普通にざらにえいました。まあ、日本語喋れる中国人だったとしても全然え8万円とか10万円とかで働いていてあのまあ水野君も一緒にサッカーとかしてましたけどあの中国人の子が一緒に参加してくれるとまあグランド代とかあのご飯代とかも日本人が100元中国人とあの日本人留学生50元みたいなあの半分 な我々が多めに払うみたいなことをやってましたけども、なんか今はもはや逆転現象が始まっていて、あの普通にもうフラットになってますし、じゃあ今度、その日本語しか喋れない日本人と、中国語、中国人で日本語喋れる人であれば、まあ当然フラットに見たら、ね、両方喋れる方がいいですし、もはやその世界レベルで見ると、日本語って結構マニアックな、ニッチなところ。で中国の方があの なんでしょう使える人口も多いですし、これからあの使われるビジネスシーンも増えてくると思うので、そうなってくると、もう普通にそのお給料っていうところで見ても逆転現象が起きちゃうのかなと思いますので、そこはやっぱりそのまあ国境の垣根とか取り払って、個人の力っていうのは一つ伸ばしていくのがいいのかなというのは一つと、もう一つですね、次のスライドをお願いします。やっぱその 何でしょうまあ、先ほどもうちょっと出ましたけどもまあ,あ夢とか目標を持って、えーまあ、そこに向けて個人の力も伸ばしていきながらっていうのはもちろんなんですけどもその時にやっぱりなんか自分の成功自分がお金持ちになりたいいい車に乗りたいとかっていうのって別に他の人からしたらどうでもいいというかじゃあどうぞ勝手に頑張ってくださいっていう話になると思うんですけども、まあ、その。 単なる目標と志ここに書いているものが違うというのが、まあ、その志っていうとこう社会の役に立つものっていうのが違いがあると思ってますと。でそのなんかこれをやることによってこういうふうに社会が良くなる世界が良くなるとか、まあ、その地域が良くなる他の人の役に立つ、まあ、そ,ういうなそういったものを作れると、まあ、周りのみんなも 応援したくなりますし、そうすると力も集まってきて、より大きなことができるということがありますので、まあ、なんかその中国ビジネスやってる時もそうなんですけど、なんかこういう商品作ってから中国に売って、儲けてやろうとか、ちょっと型落ちしたアイテム、中国にで在庫処分してやろうみたいなのは絶対まあ売れないですし、そうじゃなくて、ちゃんとじゃあ中国の人に向けて、中国人用の商品をカスタマイズして開発しました。 だからこういうふうに役に立ちたいですって言った方が、まあ絶対売れやすいですね。なんか逆でも一緒ですよね。フランス人が、えー、日本に来て、えー、起業して、フランスのいいもんや,やるんだからお前ら買えよって言われても絶対買いたくないので、でそ,れそうじゃなくて、えー、イタリア人でもいいですけど、イタリア人が片言でも日本語をしゃべって、日本のご飯食べて、えー、いろいろ日本のことを理解してで、日本人のためにこういうのを作ってみましたけど、どうですか意見も聞かせてくださいって言ったら、ああ、もう。 ぜひというふうになると思うので、やっぱりこう、利己じゃなくて利他ですし、まあ、三方よしじゃないですけども、えー、自分がよくなるだけじゃなくて、ちゃんと周りがよくなるということも考えられるとあの、みんなの力も出してもらいやすい、応援してもらいやすいというふうになると思いますので、まあ、そこを踏まえて、えー、できるといいんじゃないかと思っております。はい、以上です。はい、ありがとうございます。じゃあちょっと事前にですねいいただいただ Q&A の内容とかもあるので、えっと、そちらをちょっと先にお答えいただけたらなと思ってます。じゃ1つ目なんですけども、えー、新たなことに挑戦するときの不安や失敗を乗り越える際の原動力、一番力になったものは何でしたかという質問です。これ、下田区さんにお願いしていいですかね。あ、はい、わかりました。 えっと、調整の原動力みたいなところなんですけども、えっ、ー、とですね、あの、僕自身はなんかそんなことあるかなと思うぞ。よく考えてみたいですけど、あんまりなかったりとかするんですけど、まとめるとさっきの志みたいなところはやっぱ集約されるのかなというふうに思って。 ましてえー、なんかまあ僕こんな髪型でもありますしあの今やってることもすごいフラフラ生きてるの分かると思うんですけどもやっぱ自分の好きなことしてあの生きてたい自分の好きなことを表現したいみたいなのは。 えー、当時今37でおじさんになるんですが、えー、っと2007年ぐらいの時はふざけんなお前みたいな感じだったまだノリとしてはそんな感じだったかなと思ってまして、えっと、今の YouTube とかも全然出だてだったと思ってますしあのそういうあのことを言ってる、まあ、そういう環境を作ろうと思うともう海外に出るしかなかったっていうのが僕としては正直な意見かなと思ってまして。 えー、そういう意味で言うと、なんか調整への原動力って自分自身としてはないんですけど、そういう意味で言うと、めちゃくちゃ低い志なんですけど、日本、絶対出なきゃいけないっていう風ななんか感覚があったので、僕は頑張ってましたっていうことかなという風に思ってます。はい、うん、なるほど、ありがとうございます。はい、じゃあ、ちょっともう一つ続いてのご質問なんですけども。 えと海外留学する高校生大学生に向けて今これから心がけると良いことまたそれをサポートする教員が留意すると良いと思われる点があれば教えてくださいこれあのたつさんお願いしますはいありがとうございますそうですねなんかあのさっき留学のところでも紹介しましたけどもやっぱりこう 目標だったり夢だったりを持ってそこに向かってすごく頑張っているときってあのやっぱ力が出ると思うんですね。さっき下田さんがおっしゃってたイギリスで英語を覚えたときとかもそうだと思うんですけど、あのまあ、そうなるといいと思うのであの、サポートしてあげる場合ですけども、やっぱりその子たちが好きなことだったり、やりたいことを見つけるお手伝いをしてあげる、その背中を押してあげること。 が一番大事なんじゃないかなと思いますとでそのそれが見つかればあのもう何でもかんでもいろいろできると思いますのででも、まあ、やっぱ危ないことだったりとかまあ、法律違反にとか倫理的にダメなこととかはもちろんあれですけどもあのそういうところができるといいのかなと思いますまあ、私も中国行った時に最初本当にまあ2ハを制止ぐらいわかりましたけどあの 生徒登録をするときに、住む、あのここに住んでますの、住むっていう単語を知らなかったので、何回機会しても分かんなかったっていうことがありましたが、あのやっぱり一日100個ぐらい単語を覚えたり、まあ、塾通ったり、ラングイッチパートナーみたいな人見つけたり、映画、ドラマ見たりとか、いろいろこうなんかできる限りのことをなんか考えていろいろやって、で結局まあ、一番効果あったのは、さっきの旅行行ったときとか、まあ、旅行行くと絶対困るので、道に聞いたりとか。 あ,あとはあの喧嘩したとかとか、あの学校別に殴り合いじゃないですけど、クラスメートとこうなんかでディベートしたりとか、あの職員室行って先生とこう、これおかしいんじゃないかみたいなやり取りをしたりとか、まあ、そういうなんか、口論とかが <laughs> すごくなんか役に立った気がしますけども、まあ、やっぱりそういったところをあのやりたいことを見つけるサポートをしてあげるで、そこでこんないろんなやりたいことをたくさんやっていいんだよっていうのをう背中を押してあげる。 そういう,、まあ、こう主体的に動けるようなきっかけ作りをしてあげられるっていうのが一番いいんじゃないかなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ますえっと、じゃあちょっと最後に一つのあと一つかなぐらいになると思うんですけども、えっと、下田さん、山スさんとても刺激的なお話ありがとうございました。これからさらにブーカーな世の中で、日本人が世界の中での競争力を高めていく必要性がさらに求められると思いますが、えー、語学以外で。 日本人が学ぶべきことは何でしょうかということですこれも二人ともに聞きたいんですけどどっちからでも じゃあ僕からお話しますね。はい、結構あの昔からそうだなと思ってるんですけれども、あの最近転職2.0ってリンクトインの村上さんが出した方にも書かれてあったんですけど、タグ付けみたいなのがすごい大事だなとやっぱ思ってまして、えー、自分がその他人より優れてるところとか特化できるところって何かなみたいなのはあの常に考えて、まあ、そこだけだと負けないみたいなのはあの持っててもいいかなというふうに思っています。 えー、例えば私だとテック、リクルーティング、海外、英語みたいな、そういうタグになるんですけれども、まあ、そこはなんとか負けないように頑張ろうみたいな、一軸だと僕は頑張り屋さんじゃないので、あの負けてしまうので、三軸とか四軸持って対抗してるっていうふうな感じなんですけれども、そういうものを持ってると、まあ、海外に来た後もすごく、あのー、仕事しやすかったかなと。 いいう,うに思っていますあとはアメリカに来てからもう特に感じるんですけれどもテクノロジーは絶対だと思ってて、まあ、今後もうテクノロジーが触れない全ての業種がやっぱりどんどん置いてかれてしまうなというふうに思っています例えば、えー、本業では人事という仕事をしてますけれどもあのテックが分からない人事はどんどん今後置いてかれますし、えー、それこそアナリティクスだったりとかいろんなこう s a ー s のサービスとか使ったりとかしないと 他の会社に就職すすることももはやでできないですね知識だけでは何の勝負にもならなくてこういうデータがあるのでこうしたいですとかこの SARS 使ってこういうサービス作りませんとか,かっていうのを経営に提案できないともう本当にあのいらない人事になってしまうっていうことでもあります。 であると、英語で言うと、そのディープ L みたいなのは、皆さんもしかしたらご存知かもしれないですけど、まあ、ポンって入れたら、もう英語ポンって出てくるので、英語入れたら日本語もポンって出てきますから、まあ、そういうので、どん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 時短、テックしてる人ほど時短できたりとかもするしますし、なんでそんな早くできるのって言われると、そういうテクノロジー使って、ただ仕事してるだけっていうことなんですけど、まあ、ここら辺はすごい大切かなというふうに思ってます。はい、ありがとうございます。もう一個聞きたいことあるんで、タツさん、一言で。 <laughs> い<ま> <laughs> <laughs> はいじゃあ手短にそうですねあの今橋本さんおっしゃった通りだと思うんですけど、まあ、やっぱ専門性を一個作っておくのがいい,い,いのかなと思います。語学ってあのツールだと思うので中身があって専門性があってそれを表現する言語が日本語とあと中国語と英語みたいなそういうのがある感じだと思うのでやっぱ専門性自分の旗を立てる。 うことが大事なんじゃないかなと思います。なんか中国のインターネットといえば何度かさんっていうふうになると、まあ情報もいろんなものも集まってきますので、えー、そういうのができるといいのかなと思います。はい。一言ありがとうございました。のはい、超一言でお願いしたい最後の質問なんですけど <laughs>、えー、日本よりも海外だからこそ挑戦しやすかったことはありますか？環境面、精神面などでご,ご教示いただければと思います。どうでしょうか。はい えーと挑戦しやすかったことしかないですね、逆に言うと。特にその環境面で言うと、えー、もうまあ日本は何かやったら絶対叩かれるんですね。あいつまた勝手に始めやがった、あいつ出たがりだろう、あいつは何かやりたがりだな <laughs> みたいな話になるんですけども、海外はものすごい褒めてくれます、そういう人。だからこういうことやってますよっていうと、ああ、めっちゃいいね、その人生っていうところから入ってくるので、まあ、それはもうイギリスでもシンガポールでもここでもそうですけれども、あのすごくいい部分かなと思います。 ありがとうございます伊達さんそうですね、なんかあのやりやすい面は結構あると思いますね、今の中国なんかもそうですし、なんか大企業の人と喋ってても、いいな、お前、独立したの、俺も早くやりたいよみたいなことすごい偉い人から言われたりとか、あーで逆にその日本と中国との違いを生かすっていうところもやりやすいので、以前でいうと、会社作ったタイミングでは、日本のほうがインターネットビジネス進んでたので、日本のビジネスモデルを中国に持っていって役に立つ。 で今だと逆に中国のが住んでるところも出てきてるので、中国のものを日本に持ってきて、えー、役に立たや役に立つようにやるということがなんかその隙間だったりニッチなところギャップだったりをあの活かせるので、まあ、そういうところがすごくいいと思います。うん、ありがとうございます。まあ、日本も新しいことをやる人にこう優しいね、もっとカルチャーというか国になるといいかなと聞いてと思いました。じゃあのあっという間に時間になりましたんで最後にお二人から一言ずつお願いします。 はいじゃあ先にあのもう会社の宣伝はあのいっぱいやらせてもらったのであれなんですけれども、えー、とあゆむさんと久しぶりにですねもう本当に何年ぶりかにフェイスブックであの僕は起業したよっていうのを見といて。 見てくださってて、えー、じゃあ一緒に、あの、エンワールドとやりましょうって言って、今回の企画も、あの、やらせていただくことになったんですけれども、あの、本当にそういう、これが、こういう機会が設けられただけでも起業してよかったなというふうに、個人では思ってまして、まあ、あの、それだけとまわず、あれが最初のきっかけだったんだよってなるぐらい、まあ、あの会社も成長させていきたいなというふうに思ってるんですけれども、あの、引き続き、あの、エンワールドさんとラフでコラボしながら、あの、こういった海外に出ていかれてる方、それから、海外に出てなくても日本からこうグローバルに活躍されて やっている方っていうのはインタビューしていけたらなというふうに思っていますので、えー、ぜひ今後もあのご期待いただければと思います皆さんよろしくお願いしますありがとうございますじゃあたつさんお願いしますはい今回ありがとうございましたあの下作さんのお話も伺えてなんかあの視野もまた広がった気もしますし私ももっと頑張んないとなと色々思いましたので えー、そうですね、何か機会があったら、またお二人とも、あと、今日ご参加いただいた皆様とも何かご一緒したりとか、面白いことやる機会があればと思います。なんかあの私もここにト、えー、のあれを、QR を載せさせていただいたり、あと、多分ツイッターもどなたかさっきフォローしていただいたかと思うんですけど、Facebook とかツイッターとか何でもいいので、何かありましたらあのご連絡いただけたらと思います。なんか中国関係の情報とか。 提供したりお役に立てることもあればと思いますのではいまたよろしくお願いします今日はありがとうございましたあ、たくさんありがとうございますじゃあ最後のシートお願いしますえっ、ー、と一時間ちょっと過ぎちゃいまして、えー、その短い中でですね二、えー、人の人生を振り返るというちょっと無謀なことをやったんですけども次回以降は、えー、お一人ずつ振り返りというか話をしていただいて下田さんと僕で多分聞いていくというような形になると思いますのでもうちょっとあの深い話もできるかなと伺えるかなという風うに思っておりますはい え最後にですねこちらのページで,で QR 読み取っていただく、もしくはチャットからえ大変お手数なんですけども、アンケートの方をお答えいただくことができますので、お時間大丈夫な方はぜひお答えいただけたらえ幸いです。き今日短い時間でしたけれども、お昼の貴重な時間をいただきまして、ありがとうございました。また第2回でお会いできたらと思っておりますので、よろしくお願いします。下くさん、たくさん、たつさん、それから皆さん、どうもありがとうございました。以上で終わらせていいたただきままままますすす失失礼礼ししししありがとうございました